前は工藤優作、私立探偵だ。おっと、またあの女か。7時ちょうどにかけてくる謎の女。俺は最近こいつに悩まされて。もしもし、工藤探偵事務所。こんばんは、探偵さん。私よ、わかる？私は新たな宿を探してさまよう赤い鳥。二つ目の知らせを聞いて、やっとフリージアの花を八つ見つけたわ。でも、咲いている場所は日の当たらない裏路地なの。早くしないと枯れてしまうわ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて、早く私の元へ。じゃあ。待て、まだ聞きたいことが。バカな女だ。録音されてるとも知らないで。俺はどんな手がかりからでも探すことができる。こんばんは、探偵さん。私よ、わかる？私は新たな宿を探してさまよう。新たな宿？新宿か。二つ目の知らせを聞いて。知らせ？ニュース？次にアメリカを訪問中の西田外務大臣は。西田？西口。しかしわからん、新宿西口のどこなんだ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて。正午、雨、詩。正午はハイヌーン、雨はレイン、詩はポエム。でも咲いている場所は日の当たらない裏路地なの。裏路地、裏、逆、 PRH、 プリンセスロイヤルホテル。やっとフリージアの花を8つ見つけたわ。フリージアが8つ、 F の88階か。私は新たな宿を探してさまよう赤い鳥。コーヒー。はい。新たな宿は見つかりましたか、お嬢さん。誰あんた。変な男。ここじゃなかった。新宿以外ない。二つ目の知らせはニュース、ニュース。待てよ、確かニュースのスペルは東西南北を表してるんだよな。ニュースのスペルの二つ目はイースト。あ、東口だ。くそ、惚れとしたことが。東口のどこだ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて。気象、雨、詩。英語でないとすると、逆に言うと、シメア語。あ、違う、ローマ字ではどうだ。逆には読めない。シはシだとすると、もう少しだ、もう少しで分かるような気が。憂鬱、憂鬱。雨にシを添えて、雨。でも咲いている場所は裏路地なの。それを逆に。やあ、待った。もう。ゆうちゃん遅いよ、来ないかと思っちゃった。悪い悪い、ちょっと道が混んでてね。さっき一本終わっちゃったよ。やっぱりこんな待ち合わせの仕方もうやめようよ。安心しなって、俺は名探偵だぜ。俺の名前は工藤優作、
私立探偵だ。だが本当は駆け出しの推理小説家である。